昨年度、県の児童相談所に寄せられた児童虐待の相談件数は2066件で、過去最多を更新したことが分かりました。県子ども未来課によりますと、和歌山市の県子ども女性障害者相談センターと、田辺市の県避難児童相談所に昨年度寄せられた児童虐待の相談件数は2066件で、 前の年度をを件上回り過去最多を更新しましまた虐待の種類別では言葉による脅しなどを含む心理的虐待が最も多い1175件と全体の56.9%を占め次いで身体的虐待が438件、食事を与えないなどのネグレクトが426件。 性的虐待が27件となっています心理的虐待の相談件数が多いことについて県は家庭での DV を同居する子どもが目撃するケースが心理的虐待として警察から通告を受けることが多いためと考えられるとしていますまた全体の相談件数が年々増加し過去最多を更新したことについては 近年、県民の児童虐待防止への意識が高まり通告義務が浸透してきたことなどが要因とみられるとしています。